それでは本日は測量士、測量士補のトータルステーションの三軸について学びたいと思います。この問題に関してはごく一般的な、簡単なものですが、整理整頓の頭の中で秘書がないと、何が何だかっていうのがなかなか区別しにくいところも出てきますので、しっかりとチェックをしてこういう問題で落とすことがないように、していけばいいかなと思います。ではやっていきましょう。まず基本的なことです。トータルステーションの三軸について、まずはこれが望遠鏡だとします。望遠鏡があったここの部分、これを四準軸と言いますね。そして縦方向、これが鉛直軸。そして横方向が、これが水平軸で、これが三軸と言われるものですが、まあ、もう一つ望遠鏡の回転軸、望遠鏡が鉛直軸を鉛直方向に回転する望遠鏡の回転軸も一つ入れておくようにしましょう。そうすることで理解しやすくなると思います。なおこの三軸に関してはそれぞれ全てが必ず直行するということが条件です。こうでないといけないというのを知っておかないといけません。では一つ一つ見ていきたいと思います。このように望遠鏡を全部書きました。で、三軸を書きました。三軸とあと望遠鏡の回転軸、を加えたのもあります。それを書きました。で、それぞれどういう誤差なのか、まずは軸誤差というのが3つあります。で、そしてなんとか信号さんで、そしてここに鉛直メモリ板のなんとか誤差と水平メモリ板のなんとか誤差で、あとここにちょこっとレベルの方も取り上げておきました。それぞれどういう誤差であるかというのをまず知っていきましょう。ではまず最初です。まず最初はこの真横、望遠鏡の真横は、これは四準軸でした。で、そして望遠鏡の回転軸がずれているとというような誤差、これを何というかというと、これが四準軸誤差です。ですね。で、そして鉛直軸から水平軸がずれている、これが水平軸誤差。で、そして鉛直軸が傾いてますよという、これが鉛直軸誤差。なんとか軸誤差というのはこの3つがあるということを頭に入れておきましょう。で、そして次です。次はここは望遠鏡の回転軸、それが、ま、そっくり丸々ずれていると、外れているということで、これを外信誤差と言います。これが外信誤差で、そして鉛直軸がありますが、鉛直軸がずれている、これが偏信誤差と言います。そしてこっちですね、水平軸を回転させる、トータルステーションの横に回りますね。水平角観測ができますね。その間隔のメモリ板がメモリごとずれている、メモリの幅が違うよという、これを水平メモリ板のメモリ誤差、水平角観測に影響しますね。で、今度はこれ書いてないですね。望遠鏡の望遠鏡も縦に回転しますね。鉛直角を測ることができますので、その鉛直メモリ板のメモリ
リ自体の幅が違う。これは水平方向のメモリの幅ですね。鉛直メモリ板のメモリの幅が違う誤差を、これを鉛直メモリ板のメモリ誤差だったら分かりやすいんです。そうじゃなくて、これは指標誤差。というふうに言われます。ここはまず覚えておきましょう。で、これらをせっかくしたので、これですね。このようにこれは分けることができます。こちらの5つに関しては何かをすることで消去できますよというふうになっています。これは何かというと、どうやったら消去できるかというと、これはトータルステーションの正反観測ですね。で、消去できますよというのはこの5つです。この5つをどうやって覚えるかというと、まあ私であればこのように軸がつくのが2つですね。軸、そして外心変心なので心で、そして指標誤差というような形で、軸心指標誤差というような感じで正反観測で消去できるという誤差は覚えるようにしています。で、そしてそれぞれがこういう誤差、それぞれの場所がこんだけずれてるからこの誤差が発生しますよ、まあ、しかしながらこれに関しては正反観測で消去できるということになります。で、こちらに残ったトータルステーションの3軸の誤差ですが、この2つですね。この2つ、ここの2つに関してはどうやったら消去できるのか、どうやったら消去できるのかというのを考えると、これは実は消去できないというふうになってます。これ消去できないんですよ。何しても消去できません。しかしながら軽減する方法はあるので、軽減する方法はチェックしたいなというふうに思います。必ずできないということを頭に入れておくこと、問題の中にこういうのが出てきます。鉛直軸誤差は何かをすることで消去できるという文章が出たりします。もうそれ間違いですね。何をしたって消去できないわけだから、なんかもっともらしい文章を出して消去できると、この2つに関してはそのようなことが出た場合は、もうその文章は間違っていると判断できますので、そういうところもしっかり覚えてください。簡単に出ることもありますので注意してください。で、このようにしてトータルステーションについては知っておいてほしいなと思います。ではこちらです。これレベルですね。レベルについてはまずはこれは一緒ですね。示準軸、せっかくなのでトータルステーションとレベルを合わせてやってみましょう。示準軸、そして示準軸と平行の状態であってほしいのが、これが通常平行であってほしいのは基本感軸です。ところがそれが平行でないということになったら、これのことを
四順軸誤差と言います。先ほども出ましたね、このようにね。だからそうでないと、レベルの方でもその四順軸誤差があるよということで、これごちゃごちゃしてくるんですね。そうならないようにしてほしいと思います。でそしてこの四順軸誤差とあとレベルで覚えててほしいものがこの2つあります。量差と言われるものです。量差って何だったかというと、急差と奇差を合わせたものです。ということでレベルにおいて四順軸誤差と急差奇差、これ3つを消去する方法があります。それも覚えておきましょう、ね、レベルにおいてこの3つを、3つの誤差、四順軸誤差と急差奇差、これらを消去する方法があります。どうすれば消去できるかというと、ここに書きましょうかね。なんなんで消去、さあ何で消去するかというと、これは前肢と後肢、この2つを等しい距離、等距離で消去できますよということです。四順距離ですね、前肢の四順距離と後肢の四順距離を等しくすることで消去できるのがこの3つですよと、レベルの方も覚えておく必要があると思います。このようにして、まあ、図にしてみてまとめて覚えると比較的分かりやすくなるのではないかなと。文字だけではなくてこうなんだと、まあ、その代わりこれですね、三軸と望遠鏡の回転軸はこういう原理であってそれぞれの図というのが頭の中にイメージできればもうちょっと分かりやすくまとめていけるんではないかなと思います。私自身もこれすごく苦手でした。このような形にまとめてみれば、あ、想像できるなと、容易に想像できるなと、こういう問題で、できるはずなのに落としてしまうということがあってはならないと思いますので、ぜひチェックをしてください。以上で今日の説明を終わります。